覚思考起動、手っ取り早く終わらせます。ラウンド1ファイト。書きなさい。カウントダウン。控えなさい。山頂です。だから何の、そこまで降りたい。完成だから。カウントダウン。今のそこです。全然効きません。投手ビーム。せーの、カウントダウン。戦闘開始。余興だ。狩りをしてやろう。ラウンド1ファイト。何が望みだ。おい、捕まえたぞ。戦闘再開します。なんで面白い。継ぎはぎだらけだな、お前。戦闘開始します。ラウンド1ファイト。仕上げる。まだだ。Yeah.
話にならぬ。基本能力値の底上げを進言します。死体が動いている。地に瀕していながら未だ人間に維持するとは、自らの思考の意図が操る生き人形、意図を断ち速やかに消え去るのよ。その答えの目的はここに到達した時点で明かされた。確かにかつての私なら最終的にこれを目指したのでしょう。それが果たされているのなら私の生存に意味がある。他人の手であろうと目的が叶ったのなら自らの手で消えるのが最も効率のいい選択だ。だが消え去るのはお前の方だ。シオン・エルトラのアトラシ、いやその状態の私ではそんな名前に執着はないのでしょう。そう、私は27歳の時冥界を実現させるため星を探す。3年前ワラキアの夜に飲まれシオン・エルトラは人間の命、それがカタリの手を制圧し、ワラキアの夜をジョーに移動したもの。かつてワラキアは吸血鬼化の死の病で、私は奴に噛まれた時点吸血鬼として申請した。その時に奪われた私がカタリとして申請したのだ。お前は体が吸血鬼としてせいで、私は体をなくして人間の子が再びになってきました。どちらも死を残念、死者の王と共に同じ結末を求めている。同じ結末か。念のために聞いておきます。あなたが求める結末とは何ですか。同じあなたが言葉にするまでに分かっている。やはりそうきました。演算機としては正しいのでしょう。知能としては三流です。申し訳ありません。こちらの私は進化しました。今の私はもうその光に至らない。私は超越者としてではなく当事者としてこの病と向き合うと決めたのですから。それはタイプ生命の基準は下げよう。いい、元からいる機能をなくしてでも今の環境に合わせてより最適化していく。これを進化というのです。私に生まれた新しい感情は確かにシオン・エルトナルの性能を下げました。けれどその代わりに新しい未来を手に入れた。あなたとは持ち得ない希望に満ちた結末の夢を。そう、愚かな死刑でしょ。たとえ消え去る死を冥界の砂は十分気を果たせる。いや、残骸であるあなたにバレルデプリの助けもいらない。望むところだ。私たちはどちらも3年前に私でも新しい道を歩いている。どちらが死を残骸なのか、それはこの戦いの結果が示すだろう。ヘルメス、自衛モードに移行。ラウンド1ファイト。ハッカーナンバー動きオーン髪力まだまださあ我が赤き日なしオーン覚悟なさ加速中だオーン髪力動きオーン消えなさダメージがアブソリューああ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 You're a-
ルの一部ではありましたが、フリーズバイフィのまま分解されずに組み込まれていたのです。今夜再びオシリスの砂が開ければ再びタタリの中に戻され、その前にタタリを破壊すれば、あるいはコンサート会場がついてて、たまたま外に出ていた私は何かと思ったけど、シオン、それでも私は消えるんじゃないか。以上だったんだ。はい、ですから今は私があなたのコンサート会場なのです。オシリスを破壊した後、彼女からあなたの所有権を回収しました。再び丸ごとになってしまいますが、私の分割思考の実冊を振り分けることであなたを挑めているのです。あなたの機能の半分を食いつぶして生きているの。常駐ソフト。驚いた。あなたの口からそんな単語が出てくるとは。というか、今あなたの電源になってようやく分かったのですわ。ビーズ、あなたって本当はものすごくズボラで面倒くさがり屋で、後先考えない困った人だったんですね。バレたか。でもそれは周りが勘違いしていただけで、嘘はついてないのです。シオンは私の本性が分かって幻滅した。だって、うん、多少は幻滅しましたが、100年の単位というものでは、だいたい前々からおかしいと思っていたのです。もしかしてあなたは匂いがないのではなく、単に明日のことを考えていないだけではないか。うん、そう、私シオンと違って未来のことを考えるのが苦手なんだ。今もあればいいってさっき言ったね。なんかそれが達観しているように周りには見えたらしいけど。見えました。違いますね。あなたに目覚めたなんてこれっぽっちもなかったのですか。うん、それでどうして、シオンは私をどうして。あなたはもう私のものです。境界抜きはしなさい。だんだん私の分割思考を2つも占拠しているのですから、それにふさわしい仕事をしてもらわないと。そうか、うん、それで行こう。教会から離れるのは残念だな。誰かを守るほど仕事が変わらないのは嬉しい。契約成立ですね。では行きましょうか。うん、まずはこの街で知り合った友人たちにあなたを紹介しなくても。